今回は都市計画法の論点について学習していきたいと思います。都市計画法というのは、要するに住みよい街づくりをするための法律だと思ってください。街づくりはむやみやたらに行うと良くないですから、日本の国土を様々に区域分けして計画的に行います。ざっくりと説明しますと、まず日本の国土のうち、街づくりをする区域を都市計画区域と定めます。そして都市計画区域のうち、積極的に市街化を促進する区域を市街化区域と定めて、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域と定めます。ただ、これだけでは不十分で、例えば都市計画区域の外には、高速道路のパーキングエリアがたくさんありますが、パーキングエリアの周辺で様々な施設が無計画に作られると困りますので、乱開発を防止するために、準都市計画区域というものが定められる場合があります。それから、市街化区域については、原則として用途地域を定めるものとされています。用途地域というのは、その土地にどういう用途の建物を建てることができるのかということを定めたもので、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の全部で13種類があります。そして、この辺りは人が住む地域にしようだとか、この辺りは経済を発展させる地域にしようだとか、危険な工場はこの辺りにまとめようといった風に計画的に街づくりをしていきます。次は開発許可制度についてです。都市計画法では無秩序な土地の開発を防ぐために開発許可制度というものを作っています。これは建物や工作物を建設するために一定規模以上の土地の区画形質の変更を行おうとする場合には、都道府県知事に開発許可を受けなくてはいけないという制度です。なので、青空駐車場を作ったり、土地の分泌や合筆をするだけであれば、開発許可は不要です。そして、開発許可を受けた区域内の土地については、土地がきれいになったのを確認してから上物を建てたいので、工事が終了した旨の広告があるまでの間は、建物を建設したりすることはできません。ただし、土地の譲渡については土地の名義人が変わるだけで、開発行為に影響はありませんから可能です。では、どのような場合に開発許可が必要になるのかについてご説明したいと思います。基本的には、区域ごとに定められた一定の規模を超える開発を行おうとする場合に開発許可が必要になります。その基準は、市街化区域においては原則として1000平方メートル以上とされています。また、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですので、規模に関わらず開発許可が必要です。ただし、市街地の再開発事業や土地の区画整理事業などについては許可は不要とされています。行政が主体となって行うものに行政の許可、つまり自分自身の許可を取らなくてはいけないというのはおかしな話ですから、当たり前といえば当たり前です。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。